こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。健やかな勃起は健やかな体づくりからです。毎日コツコツ地味ですけれども課題やってきてください。今日はですね、勃起に自信がない方へ送る5つのマインドセットという話題でお話をしたいと思います。日頃から筋トレや3つの課題を頑張ってくださって、勃起力ついてきたっていう方も多くいらっしゃると思うんですね。しかしですよ、普段は立つのにいざという時自信がないっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。過去にもお伝えしたんですけれども、 ED の原因には、まあ、いろんな原因があるんですけれども、特に若い世代の方だと心因性の ED、 気持ちの問題の ED というのが多い傾向にあります。一説で言うと、20代30代で ED に悩む人のほとんどが心因性の ED だというふうに言われてるぐらいなんですね。そこでですね、そういう心因性の ED に悩む方とか、あとは自分の勃起に自信がない、中折れしてしまう、サイズなんかが気になる、早く行ってしまうなどなど、セックスの時にコンプレックスが多い方が持った方が良いマインドセットについてご紹介します。プレッシャーとかストレスがこの心因性だと多いので、こういった考え方の変換というものだけでもガラッと変わってくる場合もあります。普段の勃起力も大事ですけども、いざという時立てるって大事ですよね。最後まで聞いてください。医学的に言うとですね、心因性の ED の中にも2つあるんですね。1つ目が現実心因ということで、過去に性行為に失敗した時に相手の方に役立たずなどの暴言を吐かれた、そういう経験があるとか、結婚生活でうまくいかなかったとか、あとは性行為での失敗が続いているとか、仕事のストレスとかプレッシャーなんかが溜まっているなどの方が陥りやすいのが現実心因なんです。ポイントは、自分自身で心因性 ED の見当がつくということがポイントなんです。今まで失敗してきたのが関係あるんだろうなとか、いや最近ストレスが多いから立たないんだろうなっていうふうに見当がつくということが、この現実心因ということになってきます。で、もう一つが深層心因というもので、幼少期の体験とか性的なトラウマ、あとはさまざまなコンプレックスなどなど、本人が意識していない原因から心因性の ED になるの方が深層心因というんですね。で、今日は一つ目の現実心因について深く話をしていきたいと思います。この現実心因、見当がつくという方はですね、このタイプの ED の場合は少しの気持ちの変換、チェンジで良くなる可能性が大いにあるんですね。じゃあどうすればいいか、5つご紹介したいと思います。まず1つ目、絶対行かなきゃいけないっていう気持ちを手放すっていうことなんですよ。これね、前から言ってるんですけれども、射精しなきゃ、中折れしちゃダメだって思えば思うほど、それがかえってプレッシャーになるんですね。ありますよね、夜こんな時間なんだから食べちゃダメって思えば思うほど食べたくなるじゃないですか。それと一緒でさらなるプレッシャーになったりするんですよ。で、大事なのは、なんで最後まで行かなきゃ、中折れしちゃダメだ、立たないとって思うかというと、相手の女性に満足してほしいからですよね。で、射精するのが礼儀だみたいに思ってる方もいらっしゃると思うんですが、実は女性の中では中折れに対してあまり気にしていないんですよ。これも結構前ちょくちょく言ってましたけども、射精がゴールではないんですね、女性は。あ、もちろん妊娠を望まれてるカップルとかは話は別ですけれどもね。パートナーが中折れしたことがある810人の女性を対象にした調査があるんですけれども、中折れしたことがあるパートナーに対してどう思ったかっていうと、疲れてるんだろうなが第一位で 44.8% なんですよ。だからそんなに気にしてない。毎回中折れしてしまう人は話別ですよ。でもプレッシャーとか頑張んないとと思ってたまに中折れするっていう分には全然気にならないっていうのがほとんどです。で、2位が自分に魅力がないのではと不安になった 28%。 この話始めるとちょっと長いので今日しませんけれども、こう思ったりするんですよ、女性は。全然見当違いのことを思ったりする生き物だということだけ覚えておいてください。3位が、仕事などでストレスが溜まっているんだろうなと思ったが 25.2%。 だからこの人今日調子悪いんだなぐらい
って思ってるんですよ。いつも言ってますけども、射精がゴールじゃなくて、その間の行為を楽しむっていうのがセックスタイムですよね。それが2人を楽しむんであって、射精絶対しなきゃって思わないってことが大事になってきます。さらにですね、仲折れする男性に対してどんな対策をしてほしいですかっていう質問に対しては、対策の必要はないっていうのが 48.8% で約半数だったんです。これがですよ、体が原因で何か具合が悪くて常に仲折れしてるっていうのと話は違うんですが、心因性の仲折れの場合は気にする必要があまりないっていうのが女性の意見。あとは禁酒とか禁煙とか寝不足解消とか、そういう生活習慣を見直してほしいっていう意見が 30% で、3位が定期的な運動をしてほしいっていうのが 17% なんですが、あ、疲れてるんだろうな、なんかストレス溜まってるんだろうなって女性は思ってくれているので、そもそもを自分を勝手に追い込まないってことが大事です。絶対射精するっていう気持ちをまず手放すっていうのが一つ目です。じゃあ勃起に自信のない方が持った方がいいマインドセット、2つ目、気持ちに余裕を持つ。言葉にすると簡単、案外できないものですけれども、気持ちに余裕を持つということが大事です。精神的に緊張している状態っていうのは交感神経が優位になるんですね。なんだけども、交感神経優位っていうのは勃起には不利なんですよ。交感神経が優位でふわーってリラックスしている状態の方が勃起がしやすいんですね。なので、絶対頑張るぞ、今日は絶対成功させなきゃというふうに緊張をしない、そして逆に今日失敗してもいいやぐらいで考えるとか、自分のお守りグッズ的なのを用意しておくといいと思います。コンドームもちろん置いておきながら、勃起に良いサプリや ED の治療薬なんかも一応持っておく。でもそれだけで安心じゃないですか、実際使わなくても。そういう風にしたりとか、あとは精力剤を飲んで自分を安心させるとか、どういう方法でもいいです。ご自身のやりやすい方法でこれあれば大丈夫っていう風に、そういうアイテムがいいと思います。いざという時に今日これ飲んだから大丈夫なんかで落ち着けるパターンもあると思いますので、探してみてください。で、緊張をしない、リラックスをするっていうことが2つ目です。じゃあマインドセット3つ目、普段からコツコツと自信を積み立てしておくっていうことなんですよ。これ何事にでも当てはまると思うんですけれども、試験の時も毎日コツコツやったことが自信になったり、運動もそうですよね。それと一緒で、勃起に関しても今緊張してしまったり自信がない状態なので、コツコツと自信をつけていく、積み立てをしていくってことが大事になってくると思います。例えば筋トレをするとか、外見を磨くとかもそうですし、勉強とか仕事を頑張るっていうのも自分の自信をコツコツ積み立てすることにつながっていくと思うんですね。で、自信がついてくると緊張しなくなったり、リラックスして挑めるようになったりしてきます。僕はこれぐらい今までやってきたんだから大丈夫だっていう風にも思えるようになってきますので、絶対にやってみてください。おすすめです。じゃあ4つ目、お相手の方に事前に話しておくってことが大事になってきます。これ若い方ほど話しにくいと思うんですよ。あと、お互いに若いっていう時も話しにくいっていう時あると思うんです。なんだけれども、実は自分は緊張すると立ちにくいんだ、中折れをしてしまう可能性もあるんだ、で過去もこういう時に高校でこうだったから、もしかしたらそういうこともあるかもしれないっていうのを事前に言っとくだけで全然違うんですよ。女の子も、あ、そうなのかって、なるほどって準備ができますよね。そしてそこでですよ、だったらもういいわあんたみたいに言うような女はですね、そもそも最初からいらないんですよ。そういうことをもし言うような人は、事前に言っとかなかったとしても、いつかどっかのタイミングで、それはエッチの時だけじゃなくて、そういう風な本音を見せる人だと思うので、早い段階でさよならしていい、こういうクズな女は。だけども、分かり合いたいと思っている女性であれば、これ男女逆の場合も一緒ですよ。そうなんだって理解をしてくれると思うし、理解ができないという場合もあります。なぜか女性が若くて経験が浅かったら浅いほど、男性の体の仕組みのことも分からなければ、こういうチャンネルも見てないと、勃起ってどうやって起こるんだろうとか、心理状態が勃起に関係してるとかって絶対分かんないんですよ。なので、理解できないかもしれないけれども、話しておくといいと思います。
恥ずかしがらずに素直に話すのが大事だと思います。マインドセット5つ目、経験を重ねる。これ矛盾してるかもしれないんですけど、失敗しても途中で仲折れしちゃっても最後までいけなくても何回も経験を重ねると慣れてきますよね。そうすると落ち着いてきてリラックスしてできるし、まあ今日もダメかもしれないけどと思いながらやっていくと、彼女さんとの回数も重ねていくと慣れ親しんできますよね。そうするとだんだん時間が長くなったり最後までできるようになったりとかっていうこともあるので、経験を重ねていくっていうのもとても大事になってきますので、焦らずめげずに落ち込まず一歩一歩進む。そして自分自身の自信も蓄えていく。必ず射精しなきゃいけないって思わない、そういう気持ちを手放す。リラックスして挑むという風にしてみてください。大丈夫です、みんなね。楽しいセックスタイムになればいいですね。今日は以上のお話でした。最後に持続可能な勃起力を鍛える3つの課題についてのお話です。自信を積み立てるためにもこの3つの課題おすすめですので、ぜひやってみてください。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることで勃起力に大切な男性ホルモンの一つであるテストステロンの分泌が高まりますので、ぜひ毎日コツコツやってください。で、筋トレやってくると見た目もシュッとしてかっこよくなりますのでおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、どれか1つからでもいいので見直しをかけてみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。暑くて寝れない、寝つきが悪い、睡眠時間が短い、朝起きても疲れてる、そんな方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな時ほどふんどしパンツを履いて体もリラックスさせるホット玄米アイマスクを使って爆睡時間を死守する、こういうことをやってみてください。最後にね、最近毎週金曜日昼12時半から15分間生ミョンと遊ぼうって言って YouTube でライブ配信をやってます。私の普段のあれこれを話したりとか、チャットで皆さんとやり取りとかしてすごい楽しいので、皆さんぜひ遊びに来てください。 LINE で URL も流したりしています。 LINE も登録しておいてください。では今日はここまで。満月堂のミョンでした。バイバイ。